はい、どうもこんにちは。ゲンタロウチャンネルへようこそ。今日はですね、北海道の味ということでね、今日はこちらの商品を紹介していきたいと思います。はい、今日は BA 豚カレートロトロ煮込みということでね、美味しそうですね。カレーライスでございますね。今日カレーライスね、作ってきましたので食べていきたいと思います。ということで行ってみよう。はい、こちらの商品すごいんですよ。 BA のね、豚の肉が使われていてね、本当に煮込まれてるんですよね。とっても美味しそう。それで豚肉の中でも味の良い腕肉が使われてるんだって。ゴロゴロ入っております。はい、でね、ね、チンする時間がね、600ワットで2分なんですが、作ってきました。はい、じゃあ食べていきたいと思います。こちらです、ご覧ください。すごいゴロゴロ入ってますね。ここすごいでしょねえ。こちらね、ね、J さんにもらったんだよね。いただいたんですよ。本当にありがとうございます。J グループの方にいただいたのですが、JBA のね、が作ってるんですね。製造、BA 町農業協同組合。ということで、ね、札幌から近い BA ですかね。ね、本当に美味しい食べ物で有名ですよね。うん、BA のコーンパンなんて僕、新宿空港でよく食べますよ。ね、あんまり食べれないですけどね。レアですけど。はい、ということで、いただきます。カレーライスの向きってどっちなんだろうね。どっちが楽しいんだろう。まあいいや。うん。おー、この BA の肉はすごいね。いただきます。あ、豚肉こんなうまいんだ。あ、めっちゃうまい。豚のここまで美味しいのなかなかないですね。柔らかいし、肉のうまみがすごい。もう牛肉ぐらい、もううまみがあるね。うまっ。で、臭みもないしね。臭みじゃなくて旨味なんですよ。このね、豚の油なのかな、旨味がカレーに溶けてるからめっちゃくちゃこのトロトロになってんのよ。煮込まれてる感じなんか最高ですね。うまいね。最高です。お茶いただきます。やばい。このね、肉、豚肉がうまいね。J グループさんってね、国商国産っていうね、取り組みをやっておりまして、まあ、地産地消みたいに似てるとこはあるんですけどね。地産地消の日本バージョンかな。日本のものを日本で消費しましょうみたいな。まあ、簡単に言うとね、そんな感じになるんですけど。本当にね、北海道だったら、北海道に住んでたら、やっぱり北海道のものをね、食べましょうということでね。そう、美瑛の豚肉をね、今回は食べさせていただいております。美味しいね。やっぱりね、食料自給率っていうのがね、下がってるみたいなんですよ。日本でどれぐらいね、生産されたものが国内で消費されてるかみたいなものなんですけど、まあ、ね、そう、ほとんどね、もう、38% なんですよ、食料自給率がね。他の部分、62% とかは輸入物なんで、私たちの食事って本当に輸入物で支えられてるんですよね。で、最近円安なんかそういう話がありますがね、輸入する食べ物が高くなると私たちの生活もね、苦しくなるんですよね。だからそう、やっぱり国産のね、ものをね、守っていかなきゃいけないっていうのはね、正しいことだと思いますし、やっていかなきゃいけないことなんだなと思います。やっぱり日本ってお米ね、結構作ってるんでね、お米自給率 98% とかなんでね、お米食べることでね、食料自給率上げられると思いますよ。うまい。いや、このさ、この大きさの肉はうまいですね。ここまででかいのはなかなかないです。
もう何センチだよ、4センチかける4センチぐらいあるよ。うん。肉厚でゴロゴロ入ってる。うまいです。最高ですね。残り後でゆっくりいただきますね。はい、ということで今日はこれぐらいになります。後ろにね、素材に敬意をっていうメッセージがあって、知恵を絞って旬の味を素直に、テーブルに揃ったらいつでも食べ頃、美瑛の丘の上から取れたての上を行く美味しさをということね。あの美瑛の豚肉、美瑛豚カレー、トロトロ煮込み、めちゃくちゃ美味しかったね。ぜひね、食べてみてください。これ本当に美瑛の肉が美味しかった。はい、ということで今日はこれぐらいになります。チャンネル登録、高評価、今日の動画よろしくお願いします。ということで、以上。